listening to Shibuya Cross FM。 住宅ローンの支払いが苦しい。そうだ、ペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい。一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ03-5357-1925、 03-5357-1925 までお気軽にお電話ください。サブカルチャーレディオ君ラジ、渋谷クロス FM から3倍元気よく放送中。週末探検隊、君田さん、こんばんは。サザエさん症候群をハッピーサンデーに変えるサブカルチャーレディオ耳ラジ、恋の魔法使い、あやめつばきこと MC キャミーです。はい、アシスタント MC タリーちゃんことタリです。そしてはい、ユリンこと加藤ユリです。はい、今週のトークテーマは人生の中で命を燃やしてハマったことです。おお命を燃やしてハマったこと、相当ハマってますよちなみに私はですね、はい、今年で12周年ぐらいになるのかな、ライトノベルでブラザーズコンフリクトっていう作品があるんですけど、ブラコンですねあれに命を燃やして生活費のですね、まあ、7割をかけて食費を削りながらやっぱりね、グッズは1個ではなく2個3つ保管用と取ったりとかね、遠征したりとか、もう本当命からがら燃やして、まだまだ燃やせる覚悟がありますので、大好きな、ね、作品をやっぱり値段させないで応援していきたいななんて思っています。いいですね自分はですね、これこそ命を燃やしてハマったことなんですけど、ゲームですね、うん、ゲーム寝る暇を惜しんでまでやっちゃってます。何のタイトルが好きとか最近めっちゃハマってるのがバロラントっていうゲームですね。名前は知ってるけどやったことない。銃で撃って倒すゲームですね。オンライン？オンラインです。なんか FPS とかそっち系な感じだよね。バン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 。そうですそうです。それはもう時間がいくらあっても足りないやつだ。はい、忙しくても寝ずに やっちゃいます。命削ってね。はい、私ユリーンはですね、命を燃やしてハマったことが、はい、今踊ってみた動画とかいろいろあったりとかすると思うんですけど、うん、それとか、まあ、アイドルとかの、まあ、ダンスバージョンの MV が上がってたりとか、ああいうのの振りを覚えて歌って踊るっていう趣味的にやることをめちゃめちゃハマってて、で今もそれをもう好きで延長でやってるんですけど、ちっちゃい時になんか歌って踊れるアーティストになりたいみたいな、すごいちっちゃい時からの夢みたいなのがあって、まあ、今でも何かしらの機会があった時にもう実力劣らずで披露できるようにこそ練してます。意外とね、ちゃんと燃やしてる。そう、ダンス好きなんです。じゃあ今度ね、耳立てでちょっとダンス披露、うん、あ、これもみんなでやりたいな。みんなでやりましょう、やりましょう、はい、耳直さんからもね、そんな皆さんのトークテーマ募集しております。はい、なんか来てますか今日は。今日は命を燃やしたことで、なんか気になるの。ですね、お便りをいただいていまして、ラジュさんからお便りいただいてます。人生の中で命を燃やしてハマったことですね、そこに流れるガンゴたっぷりが、そうですね、ガンゴた、ガンプラはもとより、解説やら設定やら書籍、ですね、ガンプラにすごいハマってるっていうことかな。新作、新規作品、燃え尽きることはないのでしょうね、だそうですね。なるほど、多分今裏でね、カエディがいるんですけど、すっごいうんうんっていう共感しながらおそらく聞いてることでしょう。間違いないね。なんだろうね、このハマっても
もうずっとハマり続けるっていうことは命を燃やせるってことなんでしょうかね。確かに自然とこうそこに興味を持っちゃうっていうか、それは本当に命燃やしてハマってることなんじゃないでしょうか。はい、盛り上がってしまいましたが、皆さんからのハッシュタグ耳ラジでの感想などお待ちしています。この番組はファッション、アニメ、映画などのサブカルチャーを皆さんへ発信、全世界の YouTuber、ライバー、エンターテイナーさんの応援番組です。はい、ではここから私ゆりの方から本日のスケジュールご紹介いたします。本日5時8分頃からはオリジナル絵描き歌チャレンジということで、私ゆりんが担当させていただきます。こちらですね、皆さんと一緒にリアルタイムで描けたらなと思っておりますので、みみなわさんぜひ紙とペンを用意してお待ちください。はい、そしてですね、5時20分頃からはエンターテイナーさんに聞き耳、ゲストの山崎萌さんのお話を聞き耳していきますよ。はい、そしてエンディングには耳ラジなぞなぞがあります。今週の耳ラジなぞなぞの答え合わせです。みんなで考えてね。問題、10人のアイドルが仲良く使う電化製品ってなーに、なーに、なーに、なんだろう。全然わかんないんですけど、アイドルっていう文字が頭に残りすぎて、私アイロンしか浮かばなかった。アイって言われたらアイロンっていう頭になった瞬間、もう他のことが分からなくなりました。アイドルってさ、はい、スターって言わない？あー、スター、確かに。ってなると、ということでですね、はい、はい、答えを送ってくださった方がいらっしゃいます。ゆうさん、10人が問う、アイドルがスターでトースターだと思います。おー、そうかなんかすっきりしますね。はい、分からなかった方もですね、エンディングにもありますので、ぜひノートレしていってください。はい、それではここからは私ゆりんが担当させていただきたいと思います。それではいきますよ。オリジナル絵描き歌チャレンジを、せーの、聞き耳。はい、ではですね、以前先ほど流れてたみんなの耳ラジの替え歌をツイートで教えてくださった方がいらっしゃったんですが、それちょっと面白いなって思いまして、なのでそのみんなの耳ラジに乗せて、今度は私たちがオリジナル絵描き歌を作ってしまおうと私ゆり思いついたわけでございます。面白い、やろうやろう。なのでね、耳縄さんと一緒にこう参加しながらできるものになっておりますので、皆さんもぜひ紙とペンを用意してやっていただけたらと思います。ではですね、まあ、いきなり歌が入ってもちょっと難易度高めかなって高い高い思いますので、何が出来上がるか分かんないもん。なので、うん、先にこんなのを書こうと思って歌を作ったよっていうのをお見せしようと思います。では、私ゆりんが考えた絵描き歌の元のキャラクターはこちらです。どうぞ。はい、あ、こちらですね、まあ、私、まあ、サンリオが好きっていうのをちょこちょこ言ってるんですけど、その、まあ、サンリオの中のキャラクターでタキシードサムくんっていうこのペンギンのキャラクターがいまして、そう、私と誕生日が同じなんですよ、このキャラクター。そうっていうことを知ってからもう激推ししてるキャラクターでございます。なのでこの機会にもっと多くの人にサムくんを知ってもらおうじゃないか、好きになってもらおうじゃないかということで絵描き歌に選ばせていただきました。ではでは、ここから皆様に書いていただこうと思うのですが、はい、MC のお二人はご準備よろしいですか？私は大丈夫です。皆さんはどうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？皆さんもぜひ一緒に書いてみてください。はい、じゃあここからみんなの耳ラジのサビ部分に乗せて絵描き歌やっていきたいと思います。はい、ではでは参ります。じゃあ音楽お願いします。自分の気持ちに聞き耳立てようよ。花が楕円の中に逆さま U 字あります。手足を4本生やして、真ん中にくちばし麦チョコリボン。早いね。すごい、タリーちゃん顔なしになっておりますけども。難しいですよ。タリーちゃんがネットでカンニングをしております。
はい、どういう感じでねちょっと最後あの詰め詰めにしちゃったんですけど、二人どうなってるか。やばいっす。じゃあタリちゃん、タリちゃんやばいっす。やばいっす。どういう意味でやばいんだろうか。やばいです。気になりますよね。一旦ちょっと見して全然描けてない。待って、今何の絵描けて描いてたんだっけ。ね、今多分私の最初の楕円と手がピョコだけで、本来ちょっとペンギン的なキャラクターの絵になるはずなんですけど、今ただの丸と手がある状態になってますちょっと早いよね早くて分かんなかった。なのでまあこれはどんな状況になったのかっていうのはおよい今ちょっと見にくい方もいらっしゃると思うのでツイッターでちょっと画像をお見せするので、何ができたのか分かんないところが神々しいですねそんなキャミーちゃんどんな感じになりましたでしょうか。まあ私はですね、はい、タリちゃんより進んだかなっていうあーなるほど、ね、私のあの歌詞詰め込んだところのせいでちょっとモニャモニャってなってしまったっていう感じかな。あちょっと見ますね、ちょっと画像では見えない。 あ、こんな感じですねちょっと目はどこじゃろかって感じですけどまあまあまあこんな感じで、でも今私のこのね歌詞とかも早すぎてわからないってなったと思うので、この後ねもしあれだったらイラストと一緒に歌詞も画像にして出しちゃったらいいかもですね。また再チャレンジできるんじゃないでしょうか。自分で歌ってやれるかもしれないね歌いながら書いてみたら出かけたマスターを目指して、まあそんな感じでちょっとね意外と難易度高いんじゃないかって思われたかもしれませんけども、私だけではございませんタリーちゃんも考えてくれたようなので、ここからは私も書く側に移りましてやりたいと思います。これめっちゃ難しいですね、書く側書く側意外と難しかった。絶対難しいよねじゃあいきます。じゃあタリーちゃん何を書いたのか。こちらですね。え、かわいいこれオリキャラ的なオリジナルの、これがですね、文章かな、今言った方がいいのかな、歌詞の中に出てくるんですよ。じゃあこれを書きますで止めとこうか今は私もめっちゃ覚えてる、今めっちゃ覚えてる、どこで何が来てもいいように覚えてる。これネットカンニングできないからなよし、じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、お願いします。あったかくに灰にリボンつけたら、なみなみお茶を注いでベールもつけてく、くり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 かわいい、くり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 おめめのニコ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 笑顔のニコ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 キャミーさん。やっぱりでもなんかこれもしかしてキャミーちゃんイメージしてんのかなって私も思ったのを言わなくてよかった。やったこれは。あ、じゃあタリちゃんに選んでもらう、どっちから見せればいいですか。そうですね、そしたらじゃあ先ユリンからで。なるほどでは行きたいと思います。私はこんな感じです。あ、え、かわいい、こんな感じに、めちゃめちゃかわいい、こんな感じになりました。あ、リボンが下についたんですね。そう、リボンどこだろうってカップの時点で言われたから、どこにつければいいか分かんなくなっちゃって、ちょっと蝶ネクタイみたいになっちゃったんですけど、え、めっちゃかわいい、こんな感じになりました。はい、じゃあ次は次キャミーさんみたいです。はい、私はですねあのめっちゃ覚えて書きましためちゃめちゃ覚えてるでもクリ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 おめめがあの、クリどこに書こうかなって悩みながら書きましたありがとう。なるほど、皆さんは書けましたか。書けましたかね、もし書けたらハッシュタグミミラジとつけてねつぶやいてもらえたら嬉しいなと思います。後で見に行きたいと思います。これ楽しいですね楽しい私たちとしてはとても楽しく、ね、やっておりましたが、またなんかこんな感じでミミナさんと一緒にみたいな企画もできたら楽しそうですね、はい、ミミナさんからの、ね、替え歌も募集してます、確かにぜひぜひハッシュタグミミラジで替え歌お待ちしてます。では以上オリジナル絵描き歌のコーナーでした。はい、この後はエンターテイナーさんに聞き耳です。
山崎萌さんがスタジオに登場してくれますよ。それでは1曲お聴きください。シャカラメルトで心の光。ラジュさんと同じガンダムなんですよ。もうガンダムで言葉を覚えて、もうガンダムで最初の働き始めたのガンダムの施設だったので、もう人生そのものみたいな働き始めたのがガンダムの施設。ガンダムの、そうなんです、なんかお台場に施設があって、あそこでアルバイトを始めたのがそうですよね。いきなりガンダムのなんだっていうね、はい、驚きを、ね、隠せない本日のミミィ様、山崎萌さんです。こんばんは。こんばんは、お願いします。山崎です。よろしくお願いします。全部ちょっとごめん、ガンダムの、はい、基地に持ってかれちゃってちょっとよくわからなくなってちょっと忘れてくださいそうですね、ここからはね、またちょっと後でゆっくりガンダムの話は聞いていただいてはい、ね、山崎萌さんはツイッターとかのアイコンが結構可愛いイラストだなっていつも思ってるんですけど、なんかお絵描きとかは得意なんですかあれ自分で描いてないんですよ。あ、あれは自分じゃないです。そうなんだ。自分で描いた人間のこれなわけないじゃないですか。ちょっと見たいです、さっきの絵描き歌の。そうなんですよ。どんな風になったんですか。これですかね。タキシードゾムですねちょっとね、スタジオ、あ、見えますね、見えますね、あ、たでもなんか原型はありますね。原型はある。言われたらわかる。え、帽子の部分歌ってました。あ、私は聞き取れなかった。だからポッケがついたんですね。あ、そうそうなんですよ。なんかわかんなくなっちゃう。わかります、わかります。でも大丈夫です、 MC 陣目なかったんで。目がちゃんとあるっていうのはすごいです。なんかちょっともうなんとかカンニングしながらカンニングしてこれです。いやいやいや、聞き取ってる、ちゃんと。嬉しい。もう一枚はどうですか。これちょっと自信ありますよ。え、
似てませんか？すごーい、可愛くないですか？うんうんってうなずいてくださってる、はい、拍手。このキラキラは首の部分ですね。すっごい、え、絵心ありすぎですね、山崎さん。何でも褒めてくれる、ありがたい。ちょっと帰りのはどうする？後で衝撃が強すぎるのでツイッターでお見せします。はい、早速なんですが、はい、山崎萌えさんね、いろんなお話聞き見したいなと思うんですが、うんうん、じゃあ帰りから紹介の方お願いします。はい、僭越ながら紹介させていただきます。山崎さんはですね、テレビアニメアイカツの東堂ゆりか様の初代歌唱担当をされていました。現在も歌手と並行してライター活動などもされていて、コンテンツプロデューサーとしてももうマルチに活躍されていらっしゃいます。本日はたくさんお話を聞き見させてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい調べてある。いや、もうね、もうなんだろう、萌えさんを知ったきっかけは、まあ、アイカツで知って、うん、そこからあのイベントとか行かせていただいたりとか、 YouTube 聞いたりとか見たりとかっていうので、もうどんどん沼にはまっていってしまってもう会えるのがもうやばいと思って、今日はもう本当にただのファンとして来てるので、ちょっとよろしくお願いします。声がおかしくなってますね。萌えさんのファン代表としてここに今日はいますので、食券を乱用していただいてありがとうございます。じゃあ皆さんで一緒にやりましょうか。私がせーのと言ったら聞き耳でお願いします。それでは会社に本日のミミィさんに、せーの、聞き耳、ありがとうございます。はい、それでは早速なんですが、まあ、やっぱり今ね、アイカツっていうお話があったんですけど、やっぱ山崎さんを歌手として知ってる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。ね、歌手から入って山崎さん知ったとかってあると思うんですが、現在はシナリオライターやコンテンツプロデューサーのお仕事もされてるっていうところで、なんかそこら辺を詳しく聞いていきたいなと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。何でも聞いてください。ありがとうございます。そのシナリオライターに、あの歌手からって結構遠い位置かなって思ったんですけど、なんでシナリオライターにの道に進まれたんですか？厳密にはあの歌手デビューの方が後なんですよね。え、そうなんですか？そうなんですよ。実は、はいはい、あのサッカーデビューの方が先で、はい、厳密に言うと知りたい、秋葉原ディアステージっていうあの電波組だったりとか、はい、黒崎真央ちゃんとかが弾いた、秋葉原にあるお店にあの歌が歌いたいなと思って入ったんですけど、うんうん、そこに入った時に、なんかその巡り合わせでラノベのデビューが決まりまして、だからその商業でいうデビューは、あの作家の方が先だったんですね。はい、じゃあ元々そういう、なんだろう、書くことが好きだった？そうですね、元々は書いてて、もう遡ると結構前からあのちょっとお仕事はしてたんですけれども、うんうんうん、まあ、大きいデビュー的なそのものはそこかなっていうところで、うん、そうですね、そうなんですね。なんかもう学生時代とかからもう書いてらっしゃったってことですか？そうですね、学生時代でもなんか書きませんでした？私は書かなかったので、なんかその創作みたいな、自分のなんか小説とか絵本とか書きません？私は小学校の頃になんかあの流行ってたリボンとか仲良しとかのなんかパクリみたいなあの 本を書いたことあるけど、でもそういうのの延長です。本当に私もそうです、そうです。そういうなんか自分の二次創作みたいなのを書いてて、なんか大層なもん書いてないで、本当に私もそんなレベルで、本当になんか二次創作小説みたいなの書いたりとかしてて、なんか好きが高じてこうなったっていう感じなんですけど、好きなんだ、好きだから書けるというか、ま、うん、そうなんですかね、好きこそものの上手な例なんですかね、うん、なんか上手かどうか分かんないですけど、いやいやいや、そうなんですよね。でもラドメから書かれて、今はどういうジャンルのシナリオを書かれてるんですか？でも今はそうですね、うん、もっぱらのドラマ CD とか、そうですね、あの言葉で伝えるね、もうドラマ CD、 そうですね、女性向けコンテンツ の、うん、あのシナリオをよく書かせていただいてますね。はい、私そういう乙女向けコンテンツとかが大好きで、うん、ドラマ CD とかもゲームとかもやっぱやったりとか買ったりするんですけど、あの最初ビジュアルで気になって買って、うん、でも最終的に好きになるのってシナリオなんですよ。いや、ありがたい。だからシナリオのなんかそういうコツっていうのかな、なんでこう
あ、私このキャラクター好きだなってなっちゃうようなシナリオが書けるんだろうっていうのがすごいなと思って。なんかやっぱ調べてるんですか、考えてそのシナリオ書くときってどういう風に。いや世界一難しい質問が聞いた。でもなんかその、うん、なんか私なんかそのロジックでこう書いて、うん、こういうことを言ったらいいよねみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、私なんかあんまり利口じゃないので、なんかこういう組み立てでこうしたらこうだからみんなが好きになるんだみたいな書き方ができなくて、なんかなんていうんですかね、キャラクターゼリフでどうにかこうにかしてるタイプなんですけど、なんか何も考えてないんですよ。何考えて書いてるんですかって よくおっしゃられたりとかするんですけど、何も考えてなくてよくないと思うんです。いやいや多分ダメだと思うんです。だからその今ライターの先輩とか聞いてたら、うん、怒られると思うんですけど。でも才能ですよね。それはきっと萌えさんにしか書けないシナリオが書けるってことじゃないですか。逆に何でも褒めてくれる。いや本当にすごいですもん。いやなんか私もね、あのカイリーもやっぱ話しててシナリオってどうやって書いたら物語になるんだろうねっていうもう原点なんで、うん、書けないんですよ。思いつかないんですよ。私も知りたいです。本当になんかいやもう先輩ありきですね。やっぱりこう全然いるので、私にもその教えてくださる先輩とかに技術を見て盗んでっていう、ね、何にも考えずに書いてて申し訳ないです。本当に最近だとあれですか、なんかそのタイトルとかはなんかどういった作品書いてるとかってなんか見てみたらバーサスアンビバレンツ、あ、そうですね、うん、まあ、もうちょこちょこ書かせていただいたりとか、ね、これも7人組のアイドル、そうなんですよ、そうなんですよ、あのすごい燃える作品なのでぜひ見ていただきたいなと思っております。アイドル好きにはねちょっとたまらなくって、そうなんですよ、あのやっぱり頑張る姿がねやっぱり刺さるんですよね。でなんかやっぱツイッターとか見てもそういうなんかイラスト付きで上がってたりすると、うん、もう飲み込まれちゃうというか、そうなんですよね、その実在してるじゃんってなるのがすごい魅力的だなと思ってて、なんかもうね追いかけられるリアルタイムでねアイドルたちを追いかけられるのもすごい素敵なコンテンツなので、回し物みたいになってるんであのぜひよかったらチェックしていただいて追いかけてもらえたら嬉しいなと思います。シナリオライターの他にもねコンテンツプロデューサーもされていて、また歌手も並行してやられてるってことなんですけど、欲張りですよね、なんか何でもやみたいですよね。いやそれができるのがすごいと思って、ね、なかなかもう私マルチタスクが全くできない人なので、これだったらこれ、あ、これだったらこれみたいな、書きながら歌ってるわけじゃないから。すごいですね、書きながら歌ってたわーって言ってるわけじゃないね。同じタイミングで同じ歌を歌うこと、頭を使ったりとかことを考えたりとか、あの、まあ、シナリオを書かなきゃいけないなとか、うん、締め切りだなみたいなのもあると思うので、なんかそういういろんなことをできるってすごいなと思って尊敬してます。何でも褒めてくれる。好きな、もう本当にね、ありがとうございます、本当にすみません、ありがとうございます、ね、でもできてないんですよ。いやいや。でもできてない。でもやっぱりその今回こうやってカイリーが萌さんを知るきっかけって、まあ、アイカツだったわけなんですけど、うんうん、その歌手もやってみたいと思ったきっかけとかってあったんですか？なんか芸能系に関しては、芸能の道に関しては、うん、なんかこの子供の頃からあの歌うのが好きだったので、歌の方面はちょこちょ こうやってみたいなみたいな、やってみようみたいなのはあって、うんうんうん、なんだろう、芸能人になろうみたいな気持ちで生きてたんですけど、なかなかね一朝一夕になれないので。でもね、アイカツがなかったらこう出会う人って本当に、ね、うん、いなかったんね、本当です、たくさんの人に、本当に、うん、アイカツがなかったら無職だったと思います。いやそれは本当に多分そうだと思います。なんかいろんな人が知ってくれる、ね、場所だったっていうところでね、はい、もう私も萌さんの、ね、ガラスドールを歌ってる声を中学生の時から、ね、聞いた時に、え、何このかっこいい曲とかっこいい声とかわいいビジュアルみたいな、もう衝撃すぎてすごい覚えてます。中学生中学生か高校生のどっちかだったんですけど。なんかやっぱそういうね、声に惹かれたりとかすると思うんですけど、うんうん、なんかせっかくなので今日は生放送の人だけに
萌えさんの楽曲をちょっと聴いていただきたいなって思うんですが、恐縮です。期待です。ありがとうございます。宣伝してください。ね、じゃあぜひあのタイトルコールお願いできますか。はい、でですね、YouTube でも聴けます。サブスクにも置いてありますので、よろしければ聴いてください。ゴシック刑事ヴァンパイア鳥かご少女。それは長い長い物語の続き、透明な檻の中繋がれたまま、暗闇の森一人きり、祈りずっと待ってるの、まだ誰も知らない。さあ踊りましょう、乱れたワンルーツ、弾むと息も飲み込んで、うるんだ音に合わせ歌おう。鳥かごの鳥はもう飛び立てない、ずっと走り続けた。時計塔の針、今動き出してく、繋がれた鎖の隙に、あなたはもうそこにいないの、光さえ見えない。さあ踊りましょう、くるたわるつ、指を絡めてくるくると、秘密の音に合わせ笑おう。泣き叫ぶ萌えさんのお話を聞き耳します。はい、今ね聴いた曲なんですけども、作詞も萌えさんされてるんですよね。あ、そうなんですよ、やむにやまれず、やむにやまれず本当に本当にね、自分の世界観をやっぱり書くのが好き。やむにやまれず、やむにやまれず、本当にお金が大量にあったらちゃんとした作詞家さんにお願いしたかったです本当に。でもなんか自分でその歌う時にやっぱ作詞するとそのイメージっていうのは出てくるんじゃないですか。そうですね、でも多分作詞家さんの方がもっとちゃんともっと上手いこと言ったのかなって思いながら書いてますね。もうでもなんかもう探り探りで書いてます。こういうね、山崎さんのその曲とかは YouTube でも聴けるんですが、サブスクでも配信してるんですよね。あのサブスクあるので、よろしければ YouTube ミュージックなり Amazon ミュージックなり Spotify なりで
いっぱい聞いて買ってください。私は iTunes でアルバムになってるじゃないですか、はい、今の曲が収録されてる、はい、あれをちゃんとダウンロードして聞いちゃってます。 ありがとうございますなんて私もプレイリスト作って聞いてます。ありがとうございます。アピールしておこうと思って。プレイリストもね大事なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。では続いてはこちらのコーナーに参ります。バー地獄耳でせーの聞き耳。はい、このコーナーでは普段は聞けないような話をバーに来た感覚でおしゃべりするコーナー。お酒カードを注文後カードのお題に沿ってトークを開始。ここでの情報は公開生放送のため耳のあさんにより全世界に語られて継がられて拡散されます。何言ってるんだ。はい、ということでですね、ふみさんお酒は好きですか。好きなんですけどめちゃくちゃ弱いです。あ、そうなんだ。じゃあ今日はね、そんなこともあろうかと思ってお酒カードじゃないカードをご用意させていただきました。はい、今日ご用意したカードはですねこちらに貼っていくんですが、やばい、見たことあるやつだ。すごい、カード、ボトムスカード、シューズ、アクセサリーというカードを使って、すごい、え、ちょっと見たい、見して、いっぱい見して。ありがとうございます。みんな見て、え、どこだ、カメラはどれだ。 ありがとうございますすごい、すごい、これあのアイカツのね、お宅にはわかりますかね。わかる、これは芸能人がカードが命がかかってるところをこうドレスアップしていく。はい、ちなみになんですが、私はもうアイカツ初心者なので、うんうん、このカードの差し込み方っていうのもちょっとわからなかったりするので、まず最初は何から言ったらいいでしょうか。トップスから。トップスから。本当はですね、あの、はい、生徒手帳じゃないや、あの学生証、学生証がここにあのペンって置いていくとできるんで、はい、あのね、アニメを見てください。わかりました。この変身バンクのね、あのカードを置く、あの憧れのシーンですね。はい、ねー、そうなんですよ、再現していただいてありがとうございます。じゃあ早速なんですが、トップスからいきましょうか。はい、トップスから。トップスはトークテーマです。はい、今回のトークテーマは人生を中で命を燃やしてハマったことは。さすがです、ありがとうございます。人生の中で命を燃やしてハマったことね、主語がでかいのね、これ。人生、命を燃え、だって燃えてないもんね。燃えてないんですよ、まだ。いやでももうねえ、アイカツですよね。さっきガンダムって言ってた。言ってたね。いや、あのアイカツはちょっとね、ガンダムまあ、ちょっと生まれた時からあったので、そこでちょっと微妙な差だったんですけど、第二の心臓がアイカツっていうところでいいですかね。もう肝臓とか他の内臓全部アイカツみたいな。どういうこと。どういうことって言われてるけど、どれくらい命を、まあ、燃やして、いやでも本当にもうオーディションの話をいただいて、うん、へーと思って、担当になってからずっと好きです。でも卒業後も永遠にこうアイカツにお金を落としてるんですよね。落としてる、かけてる。もう本当にもうファンとしてもアイカツを、もうファンとしてもっていうよりかはもう関係者ではないので、うん、もうあのファンとしてもうお金をちゃんと落とすっていうところで、うん、円盤も買うし、もちろんですけども、うん、グッズ全部買うしみたいな。グッズ全部買うしね。お便りも来てましたね。そうなんですよ、お便りねたくさんいただいていて、デルタさんからいただいてます。ありがとうございます。 MC の皆様、そしてゲストの萌さん、聞き耳、聞き耳。萌さんのお話が聞けるとのことで、ラジオ出演が決まってから楽しみにしていました。10年間アイカツを深く愛し続けている萌さんのことを同じアイカツオタクとして尊敬しています。私もです。10年愛せるコンテンツに出会うことができて感謝の気持ちでいっぱいなのですが、萌さんにとってのアイカツの魅力はどんなところにありますか。もしよろしければお聞かせください。ありがとうございます。10年愛せるコンテンツに出会うことができるってすごいことだなってまず思うんですよね、うん、長寿アニメじゃない限りね、うん、あのドラえもんとかサザエさんとか、うん、そうですよね。なんですか、もうちょっとこれ足りないんですよね。ラジオの時間がね、なんですけど、アイカツの魅力は本当にでもやっぱり、うん、アイカツってアイカツ、アイカツスターズってあるんですけど、うん、アイカツフレンズ、アイカツプラネットってあるんですけど、やっぱりその初代からね続くいちごちゃん世代がやっぱりこうキラキラ輝いてて、うん、なんですかね、もうそこに尽きるのかなとは思いますね。なんかキャラクターの数がやっぱりその、うん、いっぱいいるんですけど、それぞれその
悩みだったりとか、うん、いろいろ抱えてたけど、なんか等身大なんですよね。その最初は中学生から始まっていくんですけど、うん、なんか悩んでることとかが結構その等身大の女の子の感じがして、うん、まあ、アイドルっていうとちょっとね、まああのピンとこないかもしれないんですけれども、うんうん、普通の人は。でも全然そんなことなくて、普通の女の子としてのお話もちゃんと主軸に書かれてるし、うん、その中でアイドルとしてどうしていくかとか、乗り越えるべき壁はどうなのかとか、うん、結構ね、アイカツは人生だなって思ってますね。アイカツは人生、うん、すごい大切なことをアイカツから教わったみたいなところはありますよね。見れば幸せになれる。そうです、本当によくね皆さんねよくね見ると思うんですけど、その、 あのキャプチャーを、うん、教えてもらいました。そうですね、とは楽曲もねやっぱり一つ魅力的なのかなと思う。それこそ私が歌ったガラスドールなんて、うん、夕方帯の女児アニメであんなゴリッゴリのねメタル流さないでしょって感じなんですけど確かにそうなんですよ。その差がまたね、あの、うん、なんだろう、みんなの知らないなんか世界だわー楽しいみたいなね、聞き込まれたんですかね。そうなんですよね、やっぱり曲がいいってあの、うん、入ってくださる方も、うんうん、音楽系の方とかが聞いてくれたりとか見てくれたりとかっていうところで、こう10年間長く愛されてるんじゃないかなと私的には思ってますし、私も追いかけてます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて次のカードに行きましょう。次はそうなると、はい、ボトムスははおすすめの〇〇ということで、萌さんのおすすめの何か教えてください。恐縮ですありがとうございます。あとですね、私あの会社員もやっておりましてですね、そちらの会社でですね、うん、現在あの女性向けコンテンツを運用しております。ありがとうございます。はい、ムネバーカムズバックというコンテンツなんですけれども、うんうん、あの朗読劇が結構ないと思うんですけど、朗読劇初のメディアミックスコンテンツっていうところでして、すごい、うんうん、あの朗読劇から始まる、普通の音楽からだったりとか、ドラマ CD からだったりとかっていろいろなコンテンツって始まるんですけど、ちょっとうちのは特殊で、あの朗読劇から初なんですよね。つまり朗読劇を見ないとちょっとあの入りづらいっていう、なんかこう難しいコンテンツなんですけれども、それがですね、そのタイムネバーカムズバック、略してネバカムというコンテンツがですね、今度4月に初めてのイベントをやることになっておりましてですね、イエーイありがとうございます。おめでとうございます。早口で駆け抜けます。ですね、出演者はですね、4月8日2023年4月8日、タイムネバーカムズバックネバカム出張版インティアットスカイホール、目指せ登録者数1000万人、2023年4月8日土曜日、昼公演夜公演ございますので、うんうん、どちらかのよろしければいらっしゃってください、はい、はい、ティアットスカイホール羽田空港にあります。さっきもねちょっとお話ししたんですけど、うん、羽田空港にあの温泉施設、うん、宿泊施設ございますので、あの 2day やりますので、よかったら泊まって2days 見てってください。お願いします。楽しみが倍にも3倍にもなりますね。はい、キャストさんなんですけれども、うんうん、はい、石井貴秀さん、井上裕貴さん、菊池健さん、真田匠さん、山口智弘さん、9日日曜日が井上裕貴さん、狩野翔さん、菊池健さん、重松千春さん、中澤雅智さんが、出演してくださる、あの超豪華声優陣の皆様によるイベント、朗読を聞ける。そうですね、朗読と、うん、イベントなので、イベントの催しをなんかいろいろ、そのイベントの企画をいっぱい今私が考えておるところでございます。コンテンツプロデューサーとしてもこれはね、そうですね、そうですね、初めてのイベントなのでちょっと気合い入ってて、いろいろこうやりたいこともいっぱいあるので、なんかぜひ皆さん楽しみにしていただければなと思っております。ちなみに今ネバカムって初めて知った人でも、いきなしイベント行っちゃっても楽しめますか？いきなしイベント行っちゃっても楽しめるようにはしているんですけれども、うん、なんとですね、ドラマ CD が発売しておりまして、ネバカム、そこを聞いていただけるとなんとなく関係性が分かったりとかするんじゃないかなと思っております。よし、商売上手そうかそうか、やっぱりそのね、朗読劇から始まってるよっていうところなので、うん、ボイスドラマをチェックして、あー、このキャラ好きだなって思ったら、どっぷり4月のイベントで楽しめちゃうっていうことですね。素晴らしい、素晴らしい、その通りです、その通りです。
ねえ、音声施設もあるということなので皆さん気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターもよかったらフォローしてください、ね、お願いします。ネバカムで検索すればありますね、はい、出てきます。お願いします。ということでですね、まだまだ聞きたいことをシューズもアクセサリーもあったんですが、もうお時間の方が来てしまいまして、もえさんよければまたお話、ぜひちょっとアイカツで時間取ってすいません ね聞かせてください。はい、お便りもねたくさんいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にね、もえさんに聞きたいこと何ですか。最後にですね、今後の活動だったりとか今後挑戦していきたいことあれば教えてください。今後ですか、2023年の目標はですね、インスタグラムを頑張るのと、はい、YouTube を更新していくっていうのを一つ掲げております。頑張ります。ありがとうございます、はい、じゃあ山崎萌さんで YouTube と Instagram、Twitter もチェックして通知オンにして、ぜひよろしくお願いしますはい、ということで萌さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、それでは一曲お聴きください。メルヘンパレードどうぞ。ちゃんが戻ってきました。はい、来ました。タリちゃん、なんかどんなハッシュタグとかもたくさん来てましたか。はい、ハッシュタグがたくさん来ていて、ボルシチさんからやっぱり 最高な曲だなと思って、あとは、お便りがですね、ボリューム7さんから来ていました。あー、いっぱいね、お便りありがとうございます。あとね、サワークリームさんからもね、お便りいただいたんですよね。また萌えさんにね、ご出演していただいた時にはいろいろお話聞き見したいなと思います。はい、本日の放送は3月12日日曜日にアーカイブが公開されます。サブカルチャーレディオミミラジのツイッター、インスタグラムからも告知を行いますので、フォローよろしくお願いします。それでは来週のミミラジですが、ゲストはですね、テレビ神奈川のアニメで炸裂アマビエ姫の主役を務める声優さん、それからですね、企画していらっしゃる小原ジョージさんにお越しいただきます。はい、それでは今週のミミラジのぞぞもお時間でーす。はい、今日の質問はですね、私ちょっと紙を書いてきました。紙を、はい、今日はちょっと言葉で言いづらい。なるほどここにニュー、センニューと書いてあります。ニュー、センニュー、これはどんな乗り物でしょうか。はい、答え合わせは来週3月5日日曜日夕方5時です。本日のお相手は可愛いお耳のキャミーと、ゲストに歌手でシナリオライターの山崎萌さんをお迎えしました。そしてカエリーとユリンとタリーでした。はい、週末探検隊の耳のさん、来週も日曜日の夕方5時は、せーの、聞き耳ー。